坂大阪遠くに見える白い建物は豊中キャンパスの移行館。半大坂は大阪府池田市の石橋半大前駅から石橋の街中を通り、町金三西六を登って大阪大学豊中キャンパスへ向かうルートの後半にある坂。石橋からの坂には他に留年坂もある。半大坂は国道171号と国道176号の交わる。 石橋半大した交差点の南東隅から出て、町金山中都へ至る坂の続晶。半大豊中キャンパスを従環した後、美濃市半町と中央環状線をつなぐ道路へと続くが、一般に、坂大阪と呼ばれるのは、石橋半大した交差点より豊中キャンパス通用門までのやや急な部分である。なお坂大阪自体は、豊中市町金山町に属するが、 道路南側の大部分に豊中市と池田市の市境が走っている。石橋繁大した交差点は、阪急石橋繁大全駅の南東に位置し、東改札口から約340メートル。そこから石橋門まで約440メートルが繁大坂であり、駅から石橋門までは歩いてほぼ10分を要する。かつては舗装も、 ボロボロの狭い道であったが、2005年度に敷石を整え、医学部保健学科と坂の間のフェンスを除去して、池垣を整備、また下の取り付け部で一部拡幅されるなど改善が進んでいる。この整備工事は、医学部保健学科敷地内に大阪大学総合学術博物館が開館するなどの一連の整備計画の一環として行われた。 かつては自転車通学をする学生が多く見られたが2007年秋頃から警備員が配置され、自転車は手押しで通行するように呼びかけられ、2008年4月より大学関係者の自転車、バイクを含む車両の通行が禁止された。半大坂の入り口周辺の地域を坂下と呼ぶ。留年坂は通学のメインルートである坂大阪に対し、 坂大阪から池を挟んだ反対側にある山を登る道の俗称である。単に裏道と呼ばれることもある。石橋反対した交差点付近より住宅地を抜けるか、反対坂の途中で中山池を回り込むかするとたどり着く。獣道といった様相を呈していたが、1998年頃、坂に近接する大学施設である。 町金山会館の建て替えに伴って整備され、遊歩道のようになった。半台坂と異なり、階段が多く、自転車や車椅子では通行できない。留年坂を通りキャンパス内に入ると、最初にある建物は、学生会館と、明道館というサークルクラブ旨である。このため、この坂を通って通学する学生は教室へ行かず、サークル旨に入り浸りになる、ということで、 流年坂の名がついた。教職員や付近住民らも用いる坂大阪の名称と違い、流年坂の名称の通用範囲は狭い。ありがとうございます。